はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はモンスターハンターワールドやっていきます。今回なんですけどもね、持ち物を見てもらったらわかるかな。モンスターをね、簡単に捕獲する方法ということで、ライトボーガンの残裂弾が強いというのはね、ちょっと過去で生放送でもよく言ってるんですけども、この残裂弾を使ってモンスターを簡単に捕獲しようということで、今回はバオウルフの狩猟を調査クエストの方なんですけどね、やっていきたいと思います。本当今作ライトボーガン強いんですよ。本当残裂弾、本当やばいくらい。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。バオルムの狩猟ということで、残念ながらちゃんと火炎の玉も持ってきているということで、痕跡への追跡を開始。いくぞ。さてさて、バオルムさん見つけました。ということで狩りの開始です。見つけるまでに少々時間がかかりましたがね、方向は遠くの方にいれば向こうができる。よし、もうちゃちゃっとバオルムーさんを残裂弾でダメージ与えていきます。場合によってはね、あの剣士の普通にガツガツ行く方がね強い時もあるんですけども、お前今寝たらあかんわ、爆弾持ってきとらんて。まったく、おお、ぶち切れる。だがしかし問題なし、残裂弾をひたすら切るだけで敵はどんどんダメージを負っていく。まあ肉質が柔らかいところにねできることなら打った方がいいですかね。肉質が柔らかいところはあのダメージがね真っ赤に表示されるので。おっと、バオルムーさんが飛んだ時はちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、これでいいです。これっすわ。もう空飛ぶやつはもう先行弾持っとけば大丈夫なんで。おっと、オドガロンとバオルムーさんが縄張り争い。強者オドガロン。なるほど、たまにこうやってね、あのモンスター同士を争ってくれて、目標のモンスターがねダメージを負うということもあるんで、今回ちょっとラッキーでしたね。いやお前な。オドガロンさんは邪魔です。ただ今は邪魔です。まあこの間にこうやって作っておきましょう、残裂弾。私あのーショートカットにね残裂弾入れてあるんで、結構簡単にできるんですけども、こっちだわ。オドガロンがついてこないことを祈りたいが、これついてくるだろうな。おっと光ってる。あー、オドガロンついてきてるよ、勘弁してくれ。よし、おい、お主どこ行く、落ちなさい。おーい、落ちてくれー、落ちてくれ。今薬飲んでる場合じゃないでしょ。あ、落ちてんじゃん。ちょい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 、落ちてんじゃねえよ。ちょい、もう踏んだり蹴ったりだね。もう降りてくるんか、どっちなんや主。まったく、こんな狭いところで戦いっていうのはなかなかきついけどね。またお前来たよ、邪魔なんや、オドガロン。最初のね、最初のあのー、ダメージは嬉しかったけど、オドガロン邪魔すぎ。オドガロン邪魔すぎ。おい、おい、だからオドガロンさん、ちょっと邪魔しないでいただけますか。いや、マジで。バオルムさん降りてこい。うい、うい、
頭が柔らかいのは大体のモンスターが一緒よ。ちょ、小田原さん邪魔ですわ。ちょっと、邪魔ですわ。小屋下玉は確か持ってきてないんだよ。それは先行団の方が使うんだよ。よいしょ。ちゃんとそれダメージ入ってんだろうな、小田原さんよ。やかましの、ほんとにもう。やかましよ。あ、また逃げる、ほら。また逃げる。よし。閃光弾で目をくらませておきながらの、もう弱点に向かって思いっきりね、残裂のをやる。おっと、そこでピヨピヨ。そこで、そこでそうなる。頭、かわいそうなことになってんな。いいよ。もうひたすらこれで繰り返しですわ。残裂だが異様に強いのでな、ワールドは。外したか ?2 発目。いや、当たっとるな。怖いでしょ?怖いでしょ?おーっと、バウルブーさんが飛んだ。飛んだ時はもう簡単。これで終了。替えのね、虫も持ってきてるんでね。どこへ行くというのかね。どこへ行くというのかね。よし、いいぞ。よいしょ。今作はね、モンスターが足を引きずる、捕獲可能状態から、狩猟状態までの、狩猟状態っていうかね、狩猟するときまでのね、体力がね、結構多いんですよ。今まで7割型減らしたら、もう捕獲可能だよーっていう時があったとしたら、今作はね、5割くらい、5割くらいっていうのは言い過ぎか、6割くらいでね、捕獲可能になる感じなんで、あ、これ以上攻撃したら死にますわ。お、飛んだね。足引きずってるから、ポイッと落とした後、もうここに罠を仕掛けやす。罠罠罠罠罠罠。で、その後、麻酔玉に貼って、終了です。なのでね、こういう捕獲できないモンスター以外は、簡単にクエストクリアできるんですよ。捕獲という形で。かなりね、高速、ライトボーガンを使って、ひたすら弱点に向かって残裂弾をパシュンパシュン打ってれば、もう簡単に勝てるんで。で、残裂の実も結構簡単に手に入るのでね。おっと。求めているアイテムは来なかったか。まあいいだろう。というわけで、今回はこんな感じになります。ちょっとお金不足なんですよね、今。はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、アキです。本日ご紹介させていただく実況者さんは、常なる時も狂いし兄と書いてジョージ・クルーニーさんです。かなりゲームをやり込まれる実況者さんで、独特の語り口で実況されています。じわーっときます。後から来ます。おすすめです。詳細はエンディングで。ご視聴ありがとうございました。アキです。チャンネル登録はこちら、最新の動画はこちら、おすすめ再生リストはこちら、そして私たち一押し YouTuber さんの動画はこちらをご覧ください。コメント、チャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしております。